渡辺雅史の今乗りたい列車、時刻表に乗っている気になる列車を紹介していただきます。はい、今週はどこでしょうか。はい、こちらですね、これか、はい、JR、四国、特急寿司王4号徳島発高松行きです。うん、はい、特急寿司王、はい、はい、こちらになります。まあ、あの渦潮って基本停車駅多いんですよ。もう見ていただければ分かるんですけど、いろいろ止まりますよね。いろいろ本当に、ね、短い区間にちょこ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 止まるみたいな列車なんですけど、特に、ね、この列車が渦潮の中では一番止まるパターンの列車で、はい、一番駅を一気に通過する数で一番通過するのが3駅かな、3駅飛ばしが最高で、あとは2駅とか 1駅とかそういう感じの飛ばし方でちょこ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 止まっていくという感じなので、本当だ多いですね。もうね、特急な感じがしないんで選びました。海賊みたいという感じです。で、特に、こちらと、あとね、もう一個ね、JR 九州の方で、はい、特急霧島っていうのがあって、それの鹿児島中央発国分行きっていうのがあるんですけど、はい、それの方が駅としては全然通過駅数は少ないんですよ。確かね、終点までの間2つの駅しか、画面あるかな、ありますかね、これですね、こっちの方は、はい、が駅は止まってるし、ちょこちょこ感は多いんですけど、鹿児島からその重富っていうところの一駅、ところの区間が14分あるんですよ。はい、で、渦潮4号の方はこの通過駅っていうか止まらない間の時間が11分なんで、もっとなんかしょぼい感じというか、しょぼい、うん、ゆっくり行く特急みたいな。確かに、西武線とかの、急行の、いや、西武線の急行の池袋から石神井公園の間が10分なんで、それとかと似たような感じの特急で料金を取るということで、料金ちょっとなんかその感じの悔しさとかも含めて面白いから取り上げてみましたという感じです。はい、ありがとうございました。今週の今乗りたい列車のコーナーでした。